どうか Please can you keep my secret? キラキラと輝く未来、私はどんな番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。聞け雪村。はい。さっき女子中学生がうちの校門前で話しているのを聞いたんだが、明華高校ってなんだか雰囲気変わったよね。そうそう、怖いオーラがなくなったっていうか、前は空気が呪ってたもんね。と言っていた。やっぱり随分変わったんですかね。これからは新入生の女子生徒もどんどん増えるに違いない。今期の生徒会はいい役員が揃ってよかった。来週には中学3年生を対象とした学校見学会もあるからな。この調子で頑張れば聖火の女子率は間違いなく上がる。やっぱり目安箱は女子の意見が多いですね。男子のくだらん落書きもな。だいぶマシになったとはいえ、まだまだやることは山積みだな。よし、まずはどの委員が対処するかを案件ごとに振り分けて、優先順位の高いものから。会長、タオルとドライヤー貸して。なんだ今度は。あのタオルなら僕のでよければお貸ししますけど、今日体育で使うかなと思ったんですけど、結局使わなかったんで。恋する乙女か。お前は。俺警戒されてるの？なんで？お前が見境なしにセクハラするからだろうが。自覚しろこの変態が。でなぜそんなことになってるんだ。それが。あー、クソあかねえ。なんだよお前、いつも力自慢するくせに。うるせえ。俺は誰にも開けらんねえくらい勝てえんだよ。誰かこの開かずの蛇口どうにか。あ、薄井さん。薄井さんなら何とかしてくれるかも。はい。という。アホか。そういうことは先に言え。俺ちょっと見てきます。じゃあ僕も。薄井、お前も行ってこい。じゃあ雪村、タオルサンキュー。体の隅々まで使わせてもらうよ。あそことかあそことかあそこまで。雪村、そこは心底嫌な顔をするところだ。赤面するな。それじゃあ次の議題に入る。来週の学校見学会の予算のことだが。あれ？あ、どうした？それが会計ノートが見当たらなくて。なくしたのか。さっきまでちゃんと手元にあったはずなんですけど。おい、誰かノートを見たやつはいないか。おいこら初期、お前会議中に居眠りとはいい度胸だな。会長、それがなんだか眠くて仕方ない。あ、食いしばれ。会長、押さえて押さえて。会議の記録何も書いてないじゃないか。おはよう。おはようございます。服装を注意することもかなり減ったな。いい感じだ。すいません会長、遅くなってしまいました。おう、風紀委員長、真面目なお前が遅刻とは珍しい。なんだそれは。どうかしましたか会長。
何だったんでしょう、今朝の僕は。疲れてるんじゃないのか。会長すみません、昨日の会計ノートやっぱりどこにも見当たりません。ほら、はあ、記憶を頼りにできる限り復元した。正確さには欠けるが、元のノートが見つかるまでそれを持ってろ。記憶だけで今までの分を、しかも昨日の会議の記録までまとめてある。昨日は書記が使い物にならなかったからな。おい保健委員長、これって保健室利用者リストじゃないか。こんなもの捨てていいのか。ええ、そんなはずは。これどうして。おかしい、几帳面なこいつが普段なら絶対しないようなミスを。今朝の片田といい、昨日の小杉といい、一体どうなってるんだ。でさーでさあれ、あの人まだブレザー着てる。しかもフードかぶって、暑くないのかな。生徒会の方ですよね。なんかよ。ん？なんだ？放送テストでもしてるんでしょうか。しかしこの音楽、やたら眠気を誘うような。おい、何なんだこの放送は。なんだお前、放送委員か。風邪でも引いてんのか。はい放送テストでもしてるのか。はい。なら音楽を変えてくれないか。妙に眠くなる。これがいいんです、リラックスできてちょうどいい酩酊状態になるので。あ、何これは。あなたのように頭のいい人の方が誘導しやすいんです。それに警戒心さえ与えなければ実に素直な性格だ。言葉をすんなり受け入れる。やはり生徒会の心臓はあなただ。これから会長には先生方の目の前で取り返しのつかない醜態を晒していただきます。これ以上成果に女子はいらない。起きた会長。放送室で熟睡してたから保健室まで運んだんだけど、どうしてあんなところで寝てたの。なんだおめえ。なんだ薄いか、何やってんだこんなところ。さてまた雪村に注視に来たな、この変態野郎めが。ひゃ会長、何か飲んだの。大体おめえはせっかく会話も無理か。アルコール入ってるわけじゃなさそうだね。おお、意外と柔らかいな。もっとツンツンしてるかと思ってた。楽しいな。わかったわかった。酔ってる生徒なんてどこにもいないじゃないか。本当にいたのか。気のせいだったかもしれません。お手数かけてすみませんでした。何をやってんの。冷めた時に俺が何言っても信じないだろうからね。手っ取り早く証拠を。はい、会長にインタビュータイム。ご機嫌ですか。ご機嫌です。楽しいですか。楽しいです。酔ってますか。酔ってます。会長、そんなに落ち込むなって。誰に喋ってんだ。画面の向こうの未来の会長に。さてどうすか。会長、まさか脱ぐつもり。だってなんかあっちよ。会長、ひょっとして誘ってんの。何すんの。おっと、こんなところになぜかロープが。いいね会長マッキー。俺は楽しい。出してください、お願いします、ご主人様。
なんて言うとれも思ったかこの下手野郎。わーお。熱い、脱がせろ、薄い。無防備って言葉じゃ済まされないよ、アイズは。熱い、薄い、早く。だーケーチ。お休みの時間ですよ、お嬢さん。チーズコー、一緒に帰ろう。いいですよ。今日は暑かったね。いや、こういう日は暑いラーメンに限るよね。あ、水が干からびて。会長、様子がおかしくないか。朝からずっとあんな感じだ。夢だ。酔ってますか。酔ってまーす。夢だと思い込みたい、何もかも。で、会長、放送室で誰かに会った？放送室？会長、そこで寝てたんだよ。そうだった。確かに私は放送室に行った。しかしそんな、ありえるか。で、多分そこで会長は催眠術にかけられた。会長のことを気に入らない誰かが会長に集体を晒させて貶めるために。そんなことが。ちょ、うずいさん、何なんですかこれ。いいからいいから、ほら、あの人ね。うわすみません、うずいさん。ありがとう、雪村。女装お疲れ。男、そんなに女がダメなんだ。一年七組、加納宗太郎くん。面白い特技持ってるみたいだね。見てもらえますか。特別気合い入れますから。目をそらさないでください。どうした？目覚めたのか、雪村。違います。目をそらさないでください。薄い匠、あなたは鮎沢美咲を嫌いになります。なんてね。遊ぶ相手よく見ろよ、カモ。会長なら少し前に席を外しましたよ。さっきまで熱心に今年度分のクラス写真見てて、こいつだって飛び出していきました。聞いたぞ、カノ。お前、女嫌いなんだってな。それが理由で私を陥れようとしたわけだ。私が会長でなくなったら成果に女子は増えない、そう思ったんだ。私は絶対に会長を降りない、女子も増やす。それが共学校になった成果の歩むべき方向だと思うからだ。だが意見があるなら聞こう。学校生活に不自由があるならできる限り改善する。それも会長の仕事だ。何でも言ってみろ。わかりました。あれ、何の話してたんだっけ。会長、僕が言うのも変ですが、自分が催眠誘導されやすいこと自覚した方がいいですよ。会長は薄井先輩のことが大嫌いになります。今から24時間後、明日の17時までに一睡でもすれば、次に目覚めた時この世で一番嫌いになっています。最強タッグは解消ですね。バーカバーカ、間抜け、天然おちょこちょい、ミサちゃんのバカバカバーカ。ああ、もう分かったよ、うるさい。あらあら、うすいくん、いつもと違う攻め方ね。お前今日はバイト頼まれてないだろ、出て行け。こんな時にミサちゃんから離れるわけいかないじゃん。今夜は絶対寝かさない。誤解を生む言い方はやめろ。お疲れ様でした。
何のつもりだ、ウス。お疲れ様、ミサちゃん。やっと終わったね。早く着替えて帰りたいんだが。じゃあ俺が着替えな。消えてくれ。ウスイ、どこまでついてくる気だ。どこまでも。気づいてるか、お前。相当気持ち悪いぞ、いつにも増して。可能のやつ、なんでこんな催眠術かけたんだろうな。ウスイのことを嫌いになるなんて、もともと嫌いだから意味がなさすぎて不可解だ。でも可能の目にはそう映らなかったんだろうね。分かった。あいつの目は節穴なんだな。ウスイ、もう一度聞く。どこまでついてくる気だ。だからどこまでも。ちょっと待て、今警察呼ぶから。ケーケッチ、もう気が済んだろ。帰れよ。今日のことは完全に私の不注意だ。一晩かけて反省するから邪魔するな。さすがだな。お風呂上がったよ。お姉ちゃん、さっきから携帯何度も鳴ってるよ。珍しいのは誰だ。お姉ちゃんの名前で出した懸賞当たったっていう連絡かな。もしもし。あ、俺だよ。俺わかる。何、カフェオレセット当たった。さて、明日の予習をするか。俺詐欺なら間に合ってます。ひどいな、ミサちゃん。分かってるくせに。どうして私の番号を知ってる。愛さえ切るぞ。何回目だと思ってる。さあ、20回目くらいかな。22回目だ、ストーカーが。勉強に集中できんだろうが。勉強ばっかしてたら眠くなっちゃうかなと思ってさ。一晩徹夜するくらい私にとっちゃ余裕だっつの。だいたいお前のことなんか最初から嫌いなんだから。好きだよ。鮎沢は俺のことが好きだ。なんだあいつ、絶対バカだ。嫌い。誰があんなバカを。ただ自分の思い通りに他人を操ろうとしている可能に絶対屈したくないから。おはよう、会長。今日は昼から雨なんだって。あいあい傘できるね。薄い。朝っぱらから人んちの長官勝手に読むな。だって暇だったんだもん。お前もしかして一晩中。お姉ちゃん、ご飯できたよ。ほら、今日のステラカ君面白いじゃん。ステラカ君に生き別れの弟が。あ、朝ご飯はしっかり食べようと。食ってないんだろ。次からはマジで警察呼ぶからな。腰ポン。これ賞味期限切れてるよ。文句あるなら食うな。やっぱり振っちゃいましたね。くそ、なんか目がかすむな。徹夜のせいか。疲れ目ですか。サプリメントいります。サプリメント結構効きますよ、ブルーベリー。僕こういうの手放せなくって。あれ、教室に忘れたかもです。本当に手放せないんだな。行ってこい。はい。雪村って健康オタクっぽいよね。そうだな。で、本当にまだ眠くないの。しつこいな。余裕だと言ってるだろ。よかった、あったあった。あの、はい、何ですか。あれ、それって噛むもんじゃないの。ブルーベリー味のタブレット菓子みたいなもんでしょ。そうなのか。ちょっとパッケージ見せて、雪村。あ、はい、これです。雪村、これ何の箱に見える。ブルーベリーのサプリメント。お前、これ取りに行った時フードかぶったメガネの男に会った。あれ、なんで知ってるんですか。まさか。会長、この鎮痛剤どんな副作用があるか知ってる。可能、もう許さん。あと1時間切った。くそ、なんだってこんなに眠いんだ。そりゃ普段全然薬なんて飲まないからじゃない。当然だ。薬は高いんだぞ。そんなもの買うくらいなら自力で治すわ。
仕事にならん。外の空気吸ってくる。薄い、一つ頼みがあるんだが、殴ってくれないか。お前に殴られたらその怒りと憎しみで眠気なんか一気に吹き飛ぶと思うんだ。その代わり私にも一発殴らせてくれ。すっきりしてさらに元気アップだ。いつにも増して理不尽だね、鮎沢会長。俺に会長が殴れるわけないでしょ。会長ってさ、いつも一人で自爆してるよね。昨日だって行くなら俺のこと待ってればよかったのに。なんで加納と話をするのに、お前を待たなきゃならないんだよ。催眠術ってさ、受ける側が相手を信用しない限り効き目なんてないんだよ。だから俺は操られるなんてありえないんだけど、会長は。俺、鮎沢にだけは嫌われたくないな。またそんなことばっか、からかいやがってムカつくな。でもちょっとは感謝してるのに、そういう気持ちも忘れてしまうのかな。体育祭の時の分と雅ヶ丘の時、あと学園祭の分もまだちゃんとお前に礼を返してないのに。いいよ、礼なんてなくたってまた何度でも助けに来るし、何度だって俺のこと好きにならせてあげるから、ご主人様に任せなさい。何よ、バカなこと。23時間55分、残りわずか5分でしたが、どうやら僕の勝ちですね。今日はちょっとどうかしていた風紀委員長の片田です。ノートをなくしました。会計の沢です。眠くてしょうがなかった初期の小杉です。会長の際に回った体育委員長の荒牧です。いつも会長にビビっている美会委員長の宇津美です。体育祭では張り切りました放送委員長の萩本です。めったに喋らないんですけど保健委員長の早瀬です。生徒会メンバー一丸となって学校見学会の準備を進めましょう。おー、この番組はジェネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。